はい、こんにちは、ドグリーです、えー。今日はですね、ちょっとツイッター、最近ちょっと不安ですよねっていう話を、まあ、ちょっとちょうど今日、<laughs> 私もツイッタースペースが始められないっていうトラブルに見舞われたんで、ちょっとこのネタをそういえば撮ってなかったなと思って撮るんですけど、日経 MJ に、えー、ツイッターに変化、人員削減、他社アプリ遮断っていう記事を、まあ、2月に寄稿したんですけど、 まあやっぱりツイッター、まあ、トラブルがやっぱ続いている印象はすごいあると思うんですよね。で、まあ、これは変化の過程なんで、はまあしょうがないと思ってるんですけど、まあ、不安に思ってる方も多いと思うんで、なんでこうなってるのかっていうちょっと状況をご紹介しておきたいと思います。まあ、単純に言うと、まあ、人員削減が影響しているって話ではあるんですけど、なんで人員削減しなくちゃいけないかっていうのがポイントで、単純に言うと、 ツイッターの収入が下がった上に借金も増えてるからなんですよね。順番に言うと,、えっと、イーロン・マスクがツイッターを買収した際に、やっぱり米国では相当やっぱそのヘイトスピーチが増えることに対する懸念の声が上がってまして、まあ、そのトランプ大統領が復活して戻った、戻,まあ、戻っちゃうより悪くなるんじゃないかみたいな話ですね。で、まあ、実際トランプ大統領のアカウントも復活して、まだ投稿はしてないのかな。ただ、やっぱり広告主からすると、やっぱりその アメリカの広告主は日本以上に相当やっぱそこら辺を懸念してるっぽいんですよね。日本でも、漫画村騒動の時に漫画村に広告を出し続けてたクライアントにあのクレームの,あの伝統が行ったりしましたけど、まあ、アメリカではやっぱりそういうそのヘイトスピーチをしているようなプラットフォームに広告を出すのかに対しては、やっぱりその結構あの広告主が及び腰になった状況が多かったらしくて。 2022年11月、イーロン・マスクがツイッターを買収した直後の広告収入が5割減になってるらしいんですね。5割減ですよ。わかりますその。ただでも赤字だったのに、売り上げが半分になったら、大赤字になるんですよね。まあ、売り上げ、利益じゃないですかね。売り上げが半分になって、そうすると、当然、社員半分でも赤字なんですよね。だから イーロン・マスクはまあ過激なリストラをやらざるを得なかったって話だと思うんですよね。実際にその結局何割社員がリストラされたのか全然分かんないんですけど、まあ、半分以上とも、下手したら当初言われてた75%より多いんじゃないかって言われてて、まあ、直近でもエンジニアをさらに200人リストラしたみたいな話が出てきてるんですよね。で、た、ま、ぶ、あ、イーロン・マスク的にはそこまでリストラをしても別にインフラとしては維持できるっていう判断だと思うんですけど、 まあそれと同時に機能追加をハイペースでやるっていうのを同時にやってるんですよね。これはもう本当、中の人じゃめちゃめちゃ大変だと思うんですけど、まあ、収入が半分になったんで、当然社員を半分,に減半分以下にしないと実は黒時間にならないんで、まあ、半分しなくちゃいけません。うんまあ、広告収入が今戻ってきてるかどうかちょっと分かんないんですけど、でその関係でやっぱりエンジニアを増や,す増やすところが減らして、でも新機能の追加は続ける。 まあどころかペースアップするってやってるんで、それはね、トラブルが起きて当たり前ではあるんですよね。まあそういう意味ではね、ちょっとこの、まあ、最近イーロン・マスク、チャット AI やるとか言い出してるんで、ツイッター飽きたんじゃないかなって、ちょっとその、個人的には期待をしてるんですけど、個人的には、実はまあその、大幅にリストラをして、コスト構造としてはある意味有利な状態になってるはずなので、これで、いい経営者が、 イーロン・マスクがちゃんと見つけてきて、ここでツイッターにちゃんとした CEO がつくと、結構ね、ツイッターがこう第二の春を迎える可能性は十分あると思ってて、僕はちょっと期待はしてるんですよね。その、このままイーロン・マスクが CEO やると、多分ちょっとこの混乱が続いちゃう気がするんで、早く CEO 変わってくんねえかなって話ですけど、この状況だとやっぱ引き受けたい人が出てこないですよね。 いやでも、ちょっとね、信用さえ変われば良くなると信じたい。こんだけリストラとかひどいこと言われても残っている社員の先生がいるんで、その人に頑張っているはずだと思うので、ちょっと、はい。短期的にはちょっとあのリスクがいろいろありますけど、みんなで辛抱して待ちましょうっていうお話です。えー、ぜひ他にもこんな話ありますよっていうのをご存知でしたら、ツイートコメントで教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。